界は公平でなければならない。僕らはね、犠牲者なんだよ。いつも忙しぶってる。いっぱいあるみたいな顔してさ。そういうやつに限って結局どこにも行くとこないの。今いる場所より眩しく見える場所があったら行ってみたくなるか、それとも置かれた場所でじっと眺め続ける。